皆さんこんにちは、こんばんは。ギズモード編集部です。ソニーの新しいコンデジ RX100M6 の方をアンボックスしていこうかなと思ってます。まあ、まだ来ない。じゃんと最初は来ない。最初は来ない。食べますね。よっと、まあまあ保証しとったよね。え、ちっちゃくないっすか。だってコンデジだから。ちっちゃいんですか。コンデジはびっくりしてる。コンデジだから。カールサイズもいいということしか知らないんですけど、すごくいいです、ね。あ、そう、あのね、すごくいいの認識で OK。ファインダーって、あのファインダーって、おい、おい。横にスライドするよ。おお。するとフラッシュライトが出てきます。ガジェガジェしいですね。ね、結構メカニックな構造でファインダーが出てくると。一回見るとこんな感じ。フル展開すると2つ出てくるんですか。こういうこと？うわ。心くすぐられる感じがありますね。高低差つけてるのもいいですね。うん、レンズがこのくらいセリ出てます。じゃあこれ本体で、じゃあちょっとどんな風にすごいのかっていうのをちょっとお店、おーすごいね、すごいね。お、画面動く。おいいね、いいね、いいね、いいね。あそんな出ちゃうんですか。薄いっすよ、これ。こういうことね。セルフィーできるよ。おお。うわ。あの RX100 で YouTube やってる人って多いのよ。ああ。じゃあこれめちゃめちゃいいじゃん。もうこれでいいってことですね。RX100M6 6月22日に販売開始になっております。待ちに待ってたっていう人も多いんじゃないでしょうか。まあ高画質でしかもまあズームむちゃくちゃできると。実はあの後日、ギズモードの方でレビューを掲載すべく、これからあの、まあ、まさにこのカメラで、どんなカメラなの、どんな写りなんだろう、どんな風の写真が撮れるんだろうっていうのをちょっとレビューして、しかもまあそれ、レビューした後、プレゼントも、考えてますので、今日ギズモード TV は、ソニーのサイバーショット RX100M6 をお届けしました。ギズモード編集部の鈴木と西谷でした。ありがとうございました。